ヨゼフラダは、チェコスロバキアの画家、イラストレーター、作家。オーストリア・ハンガリー帝国ボヘミアの人口約400人余りの小さな村フルシセで生まれる。靴職人の家であり、兄一人や姉二人の四人兄弟の末っ子。1901年に、プラハへ、雪劇場の装飾を学ぶが、その後、製本屋の徒弟になり、その傍ら夜の描画教室に通い続けた。 1903年に初めて国民劇場を訪れ、感銘を受ける。1906年にプラハの芸術工芸学校へ入学するが、翌年、中退。独学から独特のスタイルを作り上げ、雑誌、新聞の風刺画家として活躍する。また、劇場の演劇やオペラのセットと衣装にも関わった。黒猫、ミケシュの冒険、森と牧場の物語、狐物語、 狐と狼、お化けとカッパといった数多くの絵本と童話の絵や文を書いている。また、1907年に知り合って、以来の友人だった作家ヤロスラフ・ハシェクの長編、兵士シュベイクの冒険の差し絵を担当している。1957年に、プラハで死去。1923年に結婚し、1925年に、生まれた娘のアレナワの地に、父と同じく画家。 イラストレーターとなっている。ありがとうございます。